というわけで、そう。あれ、前でしたっけ？あれ、前宇都宮でございます。宇都宮、宇都宮からのブルースマン、宇都宮、デーラン。イエーイ。イエーイ。通信速度安定してるよね、俺のように。俺の方は全然出ない、普段使いすぎになってた。確かに。私はテイラーって言いまして、あのブルースに凝った、特に古いブルースに凝ってます。それで曲はだからその1930年ぐらいの曲なんですけど、詩は今朝書いたばっかりです。曲はね、詩は今書いてます。その詩を読んでみます。あと3年もオイラは待てないよ、あと3年もオイラは待てないよ、そのうちオイラはおかしくなっちまう。安倍内閣はさっさとやめろ、安倍内閣はさっさとやめろ、安倍内閣もさっさとやめろ。子供たちを戦争に巻き込むな、子供たちを戦争に巻き込むな、平和な日本はみんなのものさ。兵隊なんて生かしたくない、兵隊なんて生かしたくないよ、人殺しなんて絶対お断り。こういう歌です。あと3年もおいら待てないよ、あと3年もおいら待てないよ、そのうちおいらはおかしくなっちまう。内閣はさっさとやめろ、安倍内閣はさっさとやめろ、安倍内閣もさっさとやめろ。子供たちを戦争に巻き込むな、子供たちを戦争に巻き込むな、平和な日本はみんなのものさ。兵隊なんて行かせたくないよ、兵隊なんて行かせたくないよ、人殺しなんて絶対お断り。あと3年もいら待てないよ、あと3年もおいら待てないよ、そのうちおいらはおかしくなっちまう。次の曲、これもやっぱり今朝、この歌は1930年か40年ぐらいに、ウディ・ガスリーっていう人が、一応その人、
なんつうの、大恐慌の中で銀行に打ちと、あのローン持ってたんで銀行に打ちを取られて、それで温度されて難民になってアメリカ中さまよったって、そういう人なんで、この世にあもう住む家取ってなくって歌なんですけど、私は違うか、あのもう日本に居場所取ってなくって詩で直しました。おいらは宿なし風来坊、町から町へと渡り歩き、おまわりさんには怪しまれ、もう日本に居場所はありゃしない。公園で野宿をしていれば突然おまわりさんがやってきて、寒空の下を温度され、もう日本に居場所はありゃしない。仕事を求めて福島で除染作業で働けば、ピンハネ中抜き手当てなし、もう日本に居場所はありゃしない。米軍基地はいらないと基地を囲んで座り込みや、おまわりさんがごぼう抜き、もう日本に居場所はありゃしない。秘密保全の法律で理由も分からず逮捕され、職場を追われて宿なしさ、もう日本に居場所はありゃしない。思えば日本は変なところ、働くやつらは貧乏で、世襲議員が顔利かず、もう日本に居場所はありゃしない。この歌です。練習の時できたんだけど上がっちゃってちょっとやり慣れてチューニングどうするんですか。ごめん。
で路線産業で働けば金羽なかなし手当なしもう世に場所はありゃしない米軍基地はいらないと基地を囲んで座り込みゃおまわりさんがごぼう抜きもう日本に居場所はやがしない秘密保全の法律で理由もわからず逮捕され職場を追われてやるらしさもう日本に居場所はしないもう日本に居場所はあらしない軽くいきます。じゃあこれも レーバーで歌ったやつで、やっぱりここに座ってつって、まあ聞いてください。この窓いらはのたれるにゃこの盾ここに座ってみんな声あげんよ和歌山のみかんらしいです、それ。ええ、まあ、そんなわけじゃない。今